北区のヒクソン・グレイシーを倒せ。自民党、公明党、日本維新の会が東京都北区長選挙で異例のタッグ。今週日曜日からスタートする北区長選挙にご注目ください。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。4月の14日にこちら収録をしておりますけども、昨日ですね、記者会見を行いまして、私たち日本維新の会、そしてその日本維新の会の東京の支部である東京維新の会は、山田加奈子都議会議員を、来たる北区長選挙、東京都北区の北区長選挙の推薦予定者として、決定発表させていただきました。で、この北区長選挙はですね、まあ、言わずと知れたと申しますか、私が4年前に自ら立候補して、そして現職区長に、まあ、大体約1万票差でですね、敗れて、まあ、完敗をしたところでございまして、で、今年また行われる選挙に、その、5選目を果たした、花川よそうた現職の区長が、6期目、6選を目指して、再出馬をするということでありまして、当然ですね、私としては、まあ、4年前、自分が完敗して、そしてこの帰宅生はですね、やっぱ案の定、私の目から見れば、4年間足踏み、停滞を続けてしまった。今度こその改革を行う、しっかりとした候補を、独自候補をね、擁立して、戦って勝ちたいという思いで、これまで、候補者発掘もしてきたんですが、まあ、これはもう、残念ながら私ども力不足で、この勝てる、独自候補ということは、ちょっと発掘に至らなかったというわけでございます。それはもう本当に申し訳ございません。まあそうした中でですね、やはり政治というのは、もう今ある選択肢の中から最もベスト、最もベターなものを選択肢、現状をよりよく変えていくという中で、やはりこの6選目を目指す最強の現職区長、これ、北区のヒクソン・グレイシーってのは私がまあ勝手に愛称としてね、名付けてるだけですが、まあ選挙40年間無敗、まあ区議3期、都議5期、そして区長5期ということで50年以上、この東京都北区の中で政治家をやられていて、一回だけね、敗れたことがあって、区議から時にチャレンジするときに一回だけ負けたことがあるんですが、その後40年間無敗ということで、まあ、北区のヒクソン・グレイシー、この柔術で200戦無敗なんて言われた格闘家ですね、とも呼ばれている、まあ、私ともうちょっとあとプラスアルファぐらいしか呼んでないんですが、まあその、やっぱり現職区長を確実にやはり、打倒してですね、まあ倒すってまあ選挙ですから、打ち破って、そしてこの区政を世代交代して、区政を変えていく、まあその候補者、座組を、作るにはどうしたらいいかと。で、これ日本維新の会が、まあ、候補者を、両立しても、これ以上新人が乱立をするって、やっぱり現職が利するだけというのもございまして、そうした中で、様々な陣営とも、政策のお話をさせていただいて、まあ自由民主党の東京都議会議員である山田加奈子さんと政策協定が、結ばれまして、政策協定が妥結されましてですね、今回は自民党、公明党、そして日本維新の会が、まあ、相乗りという形で連合を組んでこの区長選挙に挑むという形になったわけでございます。まあ、山田加奈子都議会議員はですね、これまで過去2回、都議会議員選挙、都議会議員補欠選挙で、まあ、日本維新の会は佐藤ことを擁立いたしまして、2回にわたって、まあ、激突している、相手、まあ、ライバル、もう本当、正真正銘のね、ライバル、だったわけですから、もちろんそこと手を組むということについて、様々な意見もあると思いますし、私どもも、それはいろいろとない中では考えることというのは、心の中では、いろいろとあります。ただですね、まあ、先ほど申し上げて、しっかりとこの区長選挙を勝たなきゃいけないことは、間違いありませんし、まあ、政策協定についてもですね、まあ、身を切る改革、退職金の全額カット、これもなかなか全額っていうのはね、世田谷もそうなんですけども、自民党の候補に身を切る改革飲んでっていうと、給料の1割とか退職金の3割とか、まあ、せいぜい5割とかいう中で、退職金丸ごと全部カット、もう将来的に廃止もするというところまでしっかりと飲んでいただいた。そして民間の活力、民間活用ということや、あと情報公開をはじめとする行政改革、まあ、こうした日本維新の会のコアとなるですね、政策についても、しっかりと飲み込んでいただきましたし、で、都議会議員の山田加奈子さんはですね、これはもう区議を4期、で、都議を2期やられていて、本当にこの地元の評判は高い、本当誠実なお人柄でですね、まあ本当、まあ、もう北区でね、歩いていろんな話を聞けば、僕の悪口言う人は多分たくさんいて、おときたとんでもないやつだなって、もちろん支援者もいるんですけども、まあ結構悪評にはね、すぐ当たるんですが、山田加奈子さんを悪く言う人ってのはもう見たことないですね。いや、山田加奈子さん頑張ってるよってね、もうあの人は本当に昔からね、北区生まれ北区育ちで、地元頑張ってんだよみたいな感じで、まあ西ヶ原という地区がね、彼女の地元なんですが、まあそこの西ヶ原地区を中心に、特に西ヶ原地区を中心に、まあ極めて評価が高い。まあでも自民党に対してはね、もちろん、政党に対してはいろいろあって、で、あれも自民党はちょっと応援してないけど、山田加奈子さんだったら応援するっていうような、ファンというかね、そういう熱心な支援者もたくさんついている方でありますので、
政策も重要ですけど、まあ、やっぱりその人間のね、人間性とか信頼関係も大事ですから、まあ、そしたら双方の点から、ここは山田加奈子候補であれば、私たちは一緒にやれるんじゃないかということで、その選対本部長とか、あるいはその支持している団体のトップの方、そして本人とも面接や政策協議を繰り返しましてですね、今回この政策協定に至って、今回の北区長選挙は山田加奈子さんを日本維新の会としては推薦する、東京維新の会として全力で選挙の、コミットしていくと、まあ、いうことになったわけでございます。なのでね、本当これ厳しい戦いになると思います。まあ、各種世論調査いろいろ漏れ伝わってきますけども、やはり強い。もう現職区長、まあ、今87歳で投開票日には88歳、もうすぐだからもう来週には88歳になるわけで、まあ、92歳まで6期目やると、そして100歳までギネスを目指すというようなことも周囲には発言されているということなんですが、まあ、やっぱりね、この知名度が非常にある。50年以上はやっぱり北区で政治家やってきて、40年間選挙負けなし。で、まあ、やっぱり北区は23区の中では相当財政は厳しい方なんですけども、それでも、痩せても枯れてもと申しますか、東京23区。まあ、やっぱりこう、財政も他の地方と比べれば豊かで、まあ、なかなか失勢、大きな目立った失勢はない。まあ、私から見たらかなりあるんですけども、テレビニュースになるような、もう、失勢というのはない中で、やっぱ手堅くね、まあだったら今問題ないんだったら花川さんでいいんじゃないかっていう人はたくさんいらっしゃると思うんですね。だから相当これは、厳しい選挙になると思います。世論調査でも、まだ各種世論調査で花川予想だ現職が一歩リードしているというような情報も得ております。だからこそですね、ここは改革勢力、世代交代、新しいことにチャレンジしていく。もちろん、今までの苦戦もいいところもたくさんあったと思いますけども、ただやっぱりもっともっと民間活力を活かして、そして子供たちへの徹底投資もですね、他の区がやったから追随しますという、ほんと後手後手ではなくて、先手先手を持ってですね、もっともっと世界や日本各国の先進事例を素早く取り入れて、勝負をする、チャレンジをする北区政にしていくために、これ確実な世代交代、新しい区長を誕生させてはいけないというふうに思っておりますので、まあ私もですね、時間を見つけて北区の方にはしっかりと応援に入っていきたいというふうに思っておりますので、まあ、ぜひですね、皆様にご注目、ご指導、ご鞭撻、北区は山田加奈子予定候補と、しっかりと活動をしてまいりますので、よろしくご指導、ご鞭撻と、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。